来月1月31日は北九州市議会議員選挙の投票日です。市議選 PR 大使のハローキティが市民に投票を呼びかける看板が今日設置されました。北九州市議選は来月22日に告示され、31日が投開票です。2017年に行われた前回の市議選は、投票率が 39.2% と過去最低で、特に若い世代の投票率の向上と新型コロナウイルス対策が課題となっています。今回は感染予防を理由とする期日前投票も可能で、市内9カ所の出張所でも例年より2時間延長して夜7時まで投票できます。来月27日から30日までは小倉井筒屋など市内3カ所の商業施設でも受け付けるということです。当日の投票所の混雑を避けるために、ぜひ期日前投票所に行っていただきたい。